今月、長野県が定めるがんと向き合う習慣に合わせ、事業主や人事担当者向けのがん治療と就労の両立支援セミナーが開催され、両立支援に関する研究の第一人者、順天堂大学遠藤准教授の基調講演が行われました。非常に今男性の3人に2人、女性の2人に1人ががんになる時代ですので、今非常にがんの医療は進歩しておりますので、そのがんになってやめさせない、がん治療している時も会社が待ってあげると、そういったスタンスがこれからどんどん求められてくるというふうに思います。多くの会社さんがですね、フルタイムで復職しないとダメだというふうな基準を設けているところが多いんですけれども、がん全体で見ますとですね、年次有給休暇、いわゆる年休が足りなくなった場合、6ヶ月半がん患者さんは職場復帰、フルタイムで働けるまで時間がかかるというふうなことが分かりました。ただそのがんの種類によっても非常に大きな差がありましてですね、例えば胃がんであれば4ヶ月ぐらいでフルタイムで復職できるんですけれども、白血病など例えば血液系の腫瘍であれば 1.5 年ぐらいかかるということで、非常にそのがんの種類によってもですね、復職率が大きく異なるといった特徴があります。会社ができることとして、がん罹患社員に対してですね、制度と風土を整えるということが大事になります。制度というのはたくさんあります。まず一番挙げられるのはですね、やっぱり、その療養期間を長くするという、病気休暇を延ばしてあげるということが大事になります。またがん患者さんはですね、職復帰した後体力がないですので、やっぱり短時間勤務制度、こういったものをやはりどんどん導入するともありだと思います。それ以外にもですね、在宅勤務制度とかですね、あとは場合によってはですね、中小企業ではとてもちょっと会社に席を残して難しいという場合はカムバック制度といって、元気になってから戻るという、そういった制度を整えるのがまずあります。それから風土ですけれども、やはりがんは誰しもなるといったところを考えて、がんになってまた戻ってきた社員に対してですね、温かく迎えてあげられる、そういった会社の雰囲気というか、そういったものを作っていくのも大事かなというふうに思います。ぜひですね、患者さんとそれから会社の方が歩み寄ってですね、いい形で、がんというのは誰でもかかる病気ですので、そういったところで歩み寄ってですね、これから進めていただけたらなというふうに考えております。セミナーでは病院による患者の復職サポートや企業が取り組む両立支援の事例報告なども行われました。